はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、チャレンジメニューの撮影でございます。本日訪れているお店は蒲田にございますラーメン太郎蒲田の仁さんに、お邪魔しております。このチャレンジメニューは確かマックスさんが成功者0名ってことで以前挑戦されていたんですけれども、チャレンジメニューの内容といたしましては、総重量が約 5.5kg、 制限時間が40分で、チャレンジ挑戦する場合は5000円を参加費としてお支払いした後に成功した場合は1枚がね賞金で戻ってくるということです。もちろんね、こちらのチャレンジはなかなかラーメン屋さんも忙しいので事前予約制となっておりまして、3日前までの予約制で、チャレンジ時間もアイドルタイム、いわゆるお客さんが少ない時間のアイドルタイムのみとなっておりまして、まあ2時前後から開始ができるそうです。確かね、動画の方ではマックスさん制限時間が40分なんだけど、結構こうギリギリできつそうに食べてたんですよ。ただ 5.5 キロなんだけど、汁は飲み干さなくていいらしいので、数字だけ聞くとそんなにきついのかなってチャレンジではあるんですが、まあちょっとね、僕も用心して頑張っていこうと思います。ということで、ただいまメニュー到着いたしました。めちゃくちゃでかい。画面に映ってる以上にでかいから、マジで。で、内容量の方が、まず麺が2キロ。で、野菜が 1.5 キロに豚が1キロ。で、スープがございまして、合計で 5.5 キロ。ただ、簡易はしなくても大丈夫ですので、具材を完食した時点でもうクリアとなっております。こんな感じで、タイマーは40分に設定させていただきました。ちょっと伸びちゃうといけないと思いますので、早速ね、挑戦していこうと思います。お願いします。はい、3秒前、はい、3、2、1、スタート。はい、それでいただきます。でかっ。ちょっと野菜もやばいけど、まあ豚からこれ仕留めないとやばいかもね。豚、よいしょ。では、こんな感じでございますね。これが約1キロ乗っかっております。うん、まあ、うまいわ。うん、これ1キロやばいな。うん、結構ね、脂身は柔らかいので、赤身がしっかりとしたタイプで、まあ、全体的にねすごく柔らかいチャーシューなんですけど、チャレンジでこれ1キロはやばいと思う。とにかく野菜が多いんだわ。天地返ししたいんだけど、全然、ね、麺が届かないから、ひとまず野菜食べ進めます。あっ、
ちょっとこの辺りで一回天地返ししちゃいましょうか。うわ、麺の密度がやべえわ。上がってこないよ麺が。うん、よいしょ、ちょっと麺いっちゃいましょうか。熱っ。うん、あ、麺がいいね。しっかりとこの返し醤油だれを染み込んでて、めちゃくちゃ旨味が上がってるよ。麺多いな。でさっき言ったらね、茹で前で1250かなぐらい麺使ってるみたいで、おおよそだけど、まあ、普通の二郎系のラーメンで言ったら4杯分ぐらいかな麺入ってるんだけど、いやマジでもっと入ってる気がする。
あっこい。うまね。とにかくさ、このもう10分以上経ちましたけど、もう麺も野菜もね、熱々で提供されるから全然冷めないのよ。めちゃくちゃ熱い。
あと残すはほぼこの野菜だけかな。うん、よし、まだいたね。
よし。うん、これで最後かな。うん、ということで、今ね、チャレンジ終了いたしました。見事ね、時間内に完食ということで、残り時間が12分でございますので、ぴったりと28分という記録で、完食をさせていただきました。いやー、すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。今回ね、こちらの、太郎さんで、チャレンジメニュー。5.5キロ、もちろん量は多いです。やっぱ野菜も 1.5 キロなんで、まあ、並の野菜だと 4,5 杯分ぐらいは入ってるとは思うんですけど、普段のラーメンよりもおそらくね、返しも多めに入れてくれてたりとか、水分が出てもしっかりと最後まで美味しくいただける感じだったので、なんかね、本当に終盤までずっと美味しくいただけました。ただもちろんね、先に野菜を食べてしまうと逆に濃くなっちゃう場合もあったりはすると思うので、こちらのね、メニューに挑戦する場合は、まあ、麺を天地返ししたりとか、その人なりのね、工夫をして一番食べやすい方法で食べないと結構ね、レベル高いと思います。上から行ったら時間間に合わないか撃沈すると思いますんで、まあ、挑戦するね、まあ、大食い YouTuber の皆様は、まあ、いろんな作戦を練ってこちらのラーメン食べてみてください。またですね、ちょっとたまたまなんですけど、今日僕が撮影しに来たこの日、今日町めしさんという仕込みの風景だったりとか営業の風景、またですね、この僕の今日のチャレンジの作ってるその風景なんかもいろいろ撮影しているっていう、まあ、チャンネルさんがいらっしゃってまして、並盛りとかで、まあ、作ってる風景はもちろんカウンターからね見れるんで珍しいものではないかもしれませんが、なかなかね、こんな 5.5 キロのあるデカ盛りの作ってる風景は見ることないと思いますんで、町めしさんのチャンネルの方は僕の概要欄の方に記載しておきますので、ぜひね、気になる方はこちらの作り方なんかを見てみてください。まあ、今回はチャレンジメニューをいただきましたが、もちろん大きくても美味しいってことは、並盛りでもこのラーメン絶対に美味しいと思いますんで、気になった方はこちらのラーメン太郎さんにこの美味しいラーメン食べに来てみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、また最近ではですね、サブチャンネルの方も開始しておりますので、気になる方はそちらの方もぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。